こんばんは。どうも。筒井あゆむです。どうも皆さん。よし。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。ここにて、そう、今日はなんか結びました。いつも乃木おろしが多いんですけど、ちょっと結んでみました。皆さん今日もお疲れ様です。一日月曜日なのでお仕事学校ですね。お疲れ様です。じゃあ前回からの宿題やります。林から冬にやりたいこと、林としたいこと、かっこあれば教えてくださいとのことです。冬にやりたいことは、なんだろうな、イルミネーション行きたいですね。去年行ったかな。でも行ってるとは思うんですけど、どこ行ったんだろう。去年何してたっけな、冬。あ、クリスマスにミーグリがあったことは覚えてます。ミーグリがあって、で、その後に、メンバーのお家に行って何人かでね、クリスマスパーティーをしたんですよ。それは覚えてます。だから、今年もクリスマスパーティーもしたいし、あとはイルミネーション。昨日、ハウステンボスの CM を見たんですよ。めっちゃ綺麗で行ったことがないので、なんか行ってみたいですね、いつか。東京だと、どこがおすすめなんですか？欅坂の、なんか綺麗なライトアップされてるところは行ったことあります。あとどこあるんだろう。知ってる方います？東京タワー？あ、ドイツ村。あ、ドイツ村ね。一回行きましたね。歌番組で。あれ、ドイツ村だよな。違うかな。行った。綺麗でした。写真いっぱい撮った。そう、ミッドタウン、あんま馴染みないですね。ちょっと調べていってみよう。あと林としたいことは、林と喋ることが好きなんですよ、私。すごいね、なんか、ツボで、林がツボで、私なんか、テンション感が、ちょっと合う気がしてるので、だから、まあ、ご飯食べながら、お鍋とか食べながら、ずっとおしゃべりしてたいです。かな？林としたいことは。こんな感じですね。はい。あ、あれ、ルナ初めて行った。林の、ヤクボタのブログだっけ？なんか、二人でのツーショットの林のパーマかけてある髪の毛が似合ってて、わあ、素敵と思った。ね、パーマかけたって言ってました。今はね、戻ってると思うけど、めっちゃ似合ってたよね。前髪くるくるが可愛かった。イケメンだったよね。イケメンだった。林はね、イケメンなんですよ。染めたとも言ってた。あ、そうなんだ。へえ。
私はもうずっと黒のイメージがあるから、なんかでもインナーカラーとか入れてほしいな、いつか。絶対かっこいい、絶対似合う。あやめも暗くなったね。暗くなったのかな。でも先週行きました、美容院。美容院行って、栗っぽい色にしてくださいって言ったらこうなりました。秋なんでね。今週末文化祭です。いいなぁ。文化祭は私はやったことないので、めっちゃいいなぁ。何するんですか？文化祭とか一番楽しそう。体育祭も、まあ楽しそうだけど、私はそこまでなんか、体を動かすのが好きじゃないので、文化祭の方が楽しそう。いいなぁ。楽しんでください。お化け屋敷？うわ、いいなぁ。なんか一番いいなぁ。お化け屋敷いいなぁ。お化け屋敷か、なんか何？カフェ系？カフェ系とかなんか、屋台系やりたい。いいですよね。メイドさん、メイドさんやるんですか？あら、いいね。かわいい。じゃあ、楽しんでください。あと、乃木坂選手権やります。今回は、今週の競技はパンプキンタワーということで、もうすぐハロウィンなので、かぼちゃの置物を、これをどれだけ積み上げられるかを競います。制限時間は30秒以内に、最もたくさん積み上げられたメンバーがご褒美ゲットということで。いっぱいある。じゃあ、いけるもんなんですかね。まあ、やってみます。30秒。よーい、スタート。落ち着け、落ち着け。ストップ。4つでした。なんか1回5個ぐらいまで行ったんですけど、倒れました。4つ、4期生の4ということでいいでしょう。はい、月曜日なので1、2、あと4人お願いします。こういうなんか積み上げる系は、まあ、得意だと思うんですよ、私は。手先意外と器用なんですね。だから、まあどうなんだろう、4つがどうかわかんないけど。じゃあ、なんかお話しします。フリートークが、たくさんあるので、もう話すことがね、なくなっちゃうので、皆さんなんか、お題をください。お題を。何ですか？夜ご飯決めていいよ。じゃあカレーでお願いします。りーちゃんとバーベキューした話。あ、そうですね。乃木動画で、
私のやりたいことをやったんですけど、レイちゃんとキャンプ場でバーベキューしました。楽しかった。なんか久々に自然のところでバーベキューなんてやったので、めっちゃ癒されましたね、あの日は。楽しかった。ディズニーランドの写真可愛かったですか？ブログに載せました。いつ行ったんだっけな、本当に数日前、もう一昨日ぐらいかな、行ったんですけど、楽しかった。もうずっと行きたくて、パンプキンチュロスとパンプキンラテみたいなのが、もうどうしても食べたかったから、それ目当てでね、行ってきました。人がたくさん、もういて、私のね、大好きなソアリンが140分待ちとかで、で、なんか、お金を払って買って、早く乗れるよみたいなのはあるんですけど、あれも、もう私がついて見たらもうなんか売り切れみたいな感じで、だからね、ソアリン乗るためにいつもシー行くんですけど、今回もシー行ったのにソアリン乗れず帰ってきました。あー、悲しかった。迷ったんですよね、夜の7時ぐらいに、もう2時間ちょっとこれから並ぶかどうかを悩んだんですけど、突如雨が降ってきて、でポップコーンその時並んでたんですよ。ポップコーン並んでて、で屋根がなかったので、でもあとちょっとで買えるってとこで、なんか屋根に逃げるのも嫌だったので、もう結構な大粒を打たれて雨に。そうだから、ちょっとそこで並ぶ体力なくなっちゃって帰っちゃったんですけど、だからまたすぐ行きたいです。2個ぐらいしかね、乗れなかったんですよ、人が多すぎて。でもやっぱハロウィンだからコスプレ、仮装化してる方がたくさんいて、すごかった。みんな手作りで多分やってるんですよね、あれ。すごかった。誰と行ったの？誰だと思いますか？ 誰でしょう？誰でしょう？予想は？今回は一人での写真しかね、載せてなかったし。レイちゃん。あ、レイちゃんが多い。俺かな？違いますね。まゆたん。はあはあはあ。レイちゃんが多いね。正解は、お母さんです。お母さんと初めて2人でね、行ってきました。楽しかった。そう。また、ソワリン乗りにお母さんと行こうかな。あとは何ですかね、最近。あ、そう。あと、弓木と、まゆたんと、屋台に行ったのも、なんかちょろっと書いたんですけど、楽しかった。私から誘ったんですよ。なんか、ちょっと、あ、結構前に、その屋台が出るよ、みたいな情報を見つけて、でね、なんか目の前にいたので、二人誘って行きました。楽しかった。もうちょっとしかね、入れなかったんですけど、何個か食べて、歩いて、屋台、今年初屋台でね、屋台大好きだから、まあ遅い夏を感じれました。
イカ焼き食べた。あ、湯引きが食べてました、イカ焼き。全然ね、噛みちぎれなくて、苦戦してました。イカ焼きいいよね。イカ焼き私食べたことないんですよね。なんかちっちゃい頃からお祭りでなんかご飯系を買ったことなくて、いつもね、甘い系ばっかだったので食べたことないんですよ。あやめ何食べたの？私はベビーカステラといちご飴とマシュマロ飴みたいな食べました。甘い系だね。そうなんです。台湾の屋台行った、夜市みたいなやつですよね。行きました、今年の夏に。そこでは胡椒餅食べました。美味しかった。マシュマロ飴ってなんだ、なんかマシュマロそのまんまですね。マシュマロ、いちご飴のマシュマロ版、マシュマロの飴、なんか周りに飴まとったやつです。なんか中がね、マシュマロがちょっとね、溶けたのかとろーっとして美味しかったです。あと何かありますか、皆さん。お話の話題。大人ぶるかわいかったよ。あ、工事中のやつですね。これ。私、ちょ、踊ってたんですよ、あれ一応ね。わかったかな？でもちょっと、首やったら、音程ブレて点数悪くなりそうだったので、ちょ、首は控えさせてもらって、やりました。あれ楽しかった、あの企画。イントロ、むずいですね。私全然わかんなくて、ほんと、大人ブルーと、あと、愛の印はわかったかな。だからみんなすごいわかるから、まあすごいなぁと思いながら見てました。でも無事優勝できて、楽しかった。あ、チェリーも歌ってましたね。スピッツさんの。あれはギターアコギをやり始めた時に、もうやり始めたすぐぐらいにあの曲をね弾いてたんですよ。コードが簡単にできてたので、あれで練習とかしてたのでね、歌いました。シャインマスカット美味しかった。京都で何か食べた。リアルミーグリンですよね。京都何か食べたっけな。食べてないですね。食べたわ。生八つ橋と、京バーム差し入れしてくださったので食べました。美味しかった。やっぱね、和菓子大好きなので京都はいいですよね。行きたい、普通に京都旅行したい。あとはえー、福岡どうだった？あ、TGC ですよね。依田さんと行ってきました。楽しかった。でも本当すぐ
行って帰ってだったので、どこも行けなかったんですけど、依田さんのお母さんに会いました。依田さんがご家族とその後過ごされたので、その時にね、お見送りを私もついてって、そしたらお母さんが出てきて会いました。日帰りだったの。そう。そうですね。私は日帰りでしたね。あと何ですかね。あ、葉月さん。そうだ。葉月さんとね、ご飯に行ったんですよ。嬉しかった。急に、ミーグリの日に休憩してたら、ドア開いて、誘ってくださって、で、その後すぐにね、行って、ご飯食べて、で、二人とも本好きってことで、ちょっと盛り上がったので、ブックカフェみたいなところに行って、葉月さん本買って、で、その後歩いて、で、次が一緒の現場だったので、一緒に現場入った感じです。なんかね、本のことでこんなに話せる人が初めてで、いろいろ話しましたね。好きな本とか、読んだ本とかも一緒なものいっぱいあったので、そう、楽しかった、嬉しかった。またすぐどっか行きたいねってお話してます。あと8分くらいなので、あれしましょう。次回メンバーへの宿題。次回はね、久保さんです。やったね。久保さん、どうしよう。でも、私、久保さんのこと、すごく好きなんですよ。だから、で、夏のツアーの最終、神宮終わった後に、久保さんにね、そのことをちょろっと話したら、なんかご飯行こうね、みたいなこと言ってくださったので、だからなんか、ご飯も行きたいし、なんか普通に遊びたいので、私と、おばさん、私と遊んでください。何がいいですかね？にします。いやー、嬉しい、こんな、のぎわびでお誘いをしちゃいました。楽しみだな、明日の、のぎわびが。まゆたんとかセイラとか、カキとか、なんかよく仲良くしてるの見るので、まあいいなと思って、私もね、遊びたいです。野球観戦。私も、ルールも何もわかんないけど、それでもいいですね。楽しそう、久保さんと野球観戦してた。冬服買いましたか？徐々に買ってますね。イルミネーション、わ、めっちゃいいですね。私、そう、最近嬉しかったことが、全然話変わるんですけど、デジタルカメラが欲しくて、フィルムは持ってて使ってるんですけど、
最近なんかデジカメがちょっと流行りつつあって、で行ってきたんですよ。もう中古のデジカメがバーって並んでるところに行って、自分でね、掘り出し物みたいに宝探しやるぞみたいな感じで見つけたの、かわいいやつを。かわいいやつ見つけたんです。20年前のらしいです。めっちゃかわいいの。ここに入ってんだよね。私入れたの忘れてて、入ってるんですけど、ちょっとなんか見せたくないので見せないんですけど、まあ、また写真撮ったら動画に載せます。それが最近嬉しかったこと。あれのエモいレトロな画質になるんですよね。見せろや。見せないですよ。ちょっと撮った写真を楽しみにしててください。あ、スクショ？スクショしましょう。はい。人形ってなんか捨てれないんですよ、私。今2匹いて、お家にこのぐらいのサイズが。でも特に何もしなくて、なんなら飾ってもなくて、なんか床に近めなところで転がってるんですね。全然もうさよならしてもいいんだけど、なんか捨てれなくているんですよ、ずっと。どうしたらいいかな。ね。かわいそう。かわいそうだよね。せめて飾ってって感じですよね。うん、僕にください。あら。先着2名様に。話しかけてあげて。なんか宿りそうですね、魂が。読み終わった本どうしてんの？しまってあります。全部。部屋散らかってるの。私部屋めっちゃ綺麗なんですよ。なんか物を最小限にしたくて、だからね、床とかもなんか転がり落ちてるとか嫌で。そうなんです。勉強応援して。勉強頑張ってください。いっぱい勉強してね。最近かき氷食べてないんですよ。食べないとね、そろそろ。あと2分だ。そうだよね、あと2分です。仕事応援して、お仕事頑張ってください。今週も1週間、頑張ろう。やんちゃん舞台見に行く。行きました。先日ちょっと前に行ってきました。頑張ってたよ。面白かった。おやすみって言ってほしいです。おやすみ。ゆっくり寝てください。じゃあ、そろそろ終わりということで。皆さん今日もありがとうございました。今週も一週間、良い一週間になりますように頑張ってください。待ってね。おやすみ、おやすみ。ありがとう、お疲れ様。いいえ、こちらこそありがとうございました。ではまた、皆さん、良い一週間を。じゃあ、ありがとうございました。